こんばんは、リンパケアサークルゆるふわの和清です。今日はこちらですね、首のケア方法をご紹介したいと思います。首というのが首の年齢ですね、年齢が出やすい部位になっていて、こちらの方のケアをすることによって、首年齢が若くなる。あとは、首のケアをすることによって、こっちですね、首こりだったり頭を支える首の位置になりますので、単純に首こり肩こりっていうケア方法になりますので、気になる方はぜひやってみてください。それではやり方の説明をしていきます。まず最初にここですね、下顎から鎖骨までの間をまっすぐこういう風に撫でていってください。こういう感じですね。で、続いて今度はここです。耳の後ろから鎖骨の根元ですね、胸骨って言われる真ん中のところに向かって斜めのような感じで撫でます。で、やりやすいやり方としては横向いてもらって、この耳が胸の前に来るようにしてもらうと上から下に撫でれると思います。で、3つ目です。3つ目の撫で方としては、後ろから前にこういう形です。で、全体で撫でていってください。で、撫で終わったらここですね、顎の下と鎖骨のところに触れて深呼吸、吸って吐いて、ふう、吸って吐いて、ふう、吸って吐いて、ふう。続いて今度はこの顎の下の今度耳の後ろのようまで持ってきます。で、こういう感じで指というの間に耳を挟むようにしてもらって、ここです、鎖骨の根元、胸骨のところですね、ところに触れてもらって、これも同じ、このまま深呼吸、吸って吐いて、ふう、吸って吐いて、ふう、吸って吐いて、ふう。で、3つ目は今度首をこういう風に筒状にと言ったらおかしいんでしょうけど、後ろからこう支えて首の横に手を添えるように触れていただいて、同じく深呼吸です。吸って吐いて、ふう、吸って吐いて、ふう、吸って吐いて、ふうですね。で、これを3セットです。撫でる、で、それで深呼吸っていうのをしていただくといいと思いますので、気になる方はぜひやってみてください。はい、以上です。ありがとうございました。